スポーツシーンを熱くさせたレーシングマシンが今ここに集結。今月号はスペシャル企画、チャンピオンズバトル95異種格闘技ナンバーワン決定戦だ。それではエントリーカーを紹介しよう。まずニューツーリングからは黒沢拓也選手のマシンコロナがエントリー。ヨーロッパで得たノウハウをもとに担当ガレージセルモが日本用に改良を加え、常に安定した速さを示した。エンジンは4台のセミワークス車中、唯一 PRD チューブを積む。ルマン24時間レース感動のゴールシーン、ファイナルドライバーを務めた土屋選手の涙も記憶に新しい。 F1 撤退後ホンダが世界にその存在をアピールしたこの NSX ルマン仕様は日本とイギリスの共同制作で生まれた。十分なテストをこなせずに乗り込んだルマンでは傷つきながらも見事に完走。貴重なデータを得て里帰り、日本でのレースでは連続して5勝台に上っている。レースで勝つために生まれてきた車、それが GTR。 今回は兄貴分のループ A を筆頭に3人型の3兄弟が集った。まず GT 選手権からはコクピット館林 GTR がエントリー。新型のエアロパーツに変更したワークス勢に比べると目立たない存在ではあるが、実はこのマシン93年度のチャンピオンカー。そこでメンテを担当した RS 中春でも下手に手を加えずに良いところを生かす作戦が好成績に結びついたというわけ。駆動方式もその意味で4駆を採用している。弟分といっても速さじゃ負けてない N1GTR からは現在最強と言われるマシンプロジェクトミュー GTR が殴り込み。そして現役を引退してもやっぱりその勇姿を見たいのはグループ AGTR。 94年6月号の GTR 特集で見せたあの速さがあれば今回のバトルもちょろいもの。ただし最近の運動不足がちょいと気になるが、最後はご存知フーマ GTO。 現在の N1 で GTR を倒すのは GTO しかいないと言われ、熟成は進んでいるはずだが、果たして因縁の対決はどうなるか。さあ勝負。使用するマシンは F3000 レイナード 94D 無限。チャレンジャーを引き受けてくれた服部選手が94年にドライブしていたマシンだ。筑波でレースのない F3000 を今回はチームロマンの全面的な協力で筑波用スペシャルに組み上げてもらった。筑波のコースレコードは83年に松本慶治がグラジャンマシンで出した52秒。スタート方法は BM バトル初のローリングスタート。フォーメーションはタイムの遅い順。バトルは7ラップ勝負で、服部 F3000 のみハンデとして8ラップということにした。さあペースカーが入ってシグナルが青に変わった。スタート。さすがに F3000 速い。おっとアウトから清水 GTR がジャンパースタート。リプレイは土屋 NSX から。なおタイヤは F3000 を除き全車スリックでスタートしている。路面はまだズルズル、でももうみんな止まらない状態。現在1位は拓也コロナ。そして追うのはなんと最後尾スタートの清水 GTR。 4区のメリットを生かしていくか。各社タイヤのグリップを確認しながらの走行。コーナーでは勝負に行かない。勝負。土屋 NSX GTO を抜いて5位へ浮上。あってこちらは1位を奪われた黒沢コロナ。しかしコーナーじゃ負けてない。バトルは2ラップ目。土屋 NSX が大井シルビアに仕掛ける。NSX シルビアを軽くパスして4位へ。あー、綿棒どけ。やっぱりこういう路面は GTR の4区が行きます。カツラ GTR は N1 ながら6区の利点を生かして GT クラスの2台を抑え込んでいる。おっと大井シルビア動き
きがおかしい、危ない。その隙を突いて中谷 GTO がインに入った。さあ再び加速勝負、大井シルビア対中谷 GTO。 その前では土屋 NSX と桂 GTR がサイドバイサイド。さすが NSX、 アウトから並んで前へ。拓也必死に防戦、3台が並んだ。1コーナーブレーキ勝負だ。一方後方2台もあっと中谷 GTO スピン。しかし立て直しは早い、さすが。快走するトップ清水 GTR、 後ろではクロスワークロナ対土屋 NSX。いやー、4区はやっぱりすごいね、こういうちょい濡れのスリック、昔のグループ A の時代を、思い出したな。やっぱりコーナーは NSX が速いから。その後ろからは大井シルビアが仕掛ける。さすがにワイドタイヤを履く GT カー、コーナリングは速い。さあブレーキング勝負、シルビアだ。NSX が一気にペースを上げる。さあバトルは4ラップ目に突入。黒沢コロナのドライデの速さはレースで確認済みだが、こういう路面状況の中では一番影響を受けやすい車のようだ。おっと服部 F3 でもう追いついてきた。ガスケツかな、なんか聞けないな。カツラ GTR にトラブル発生か。大井シルビアが4位に浮上。 F3000 はレインタイヤを持たせるためにあえてウェットを選んで走行。さあまずは1台目、一気に加速してシルビアをパス。ついてついて、アウトから行っちゃえ。バイバイ。何タクちゃん、面白くね。じゃあ仕返しは F3000 開幕戦で晒してもらいましょう。土屋 NSX 清水 GTR に接近。ファクトリー F3000 も来たぞ。GTR はやはりガスケツでリタイア。土屋 NSX はついに清水 GTR を射程距離に捉えた。ラップタイムも NSX の方が1秒速い。さあ GT カー同士の対決はどうなる。トカチ24時間では惜しくも GTR に敗れたドリドリだけに、今回は負けるわけにはいかない。当たってるぞ、危ないぞ。
おい君たち、清水 GTR、 そしてジア NSX、 最後の真剣勝負。F3000 でも抜くに抜けない。服部 F3000 最後の勝負に出た。 GP か2台抜きか。そして土屋 NSX も最後の勝負に出るか。どっちだ。忘れちゃいけない4位はタクヤコロナ。おいシルビア、これはチャンスか。しかし届かず。黒沢コロナ GT カーを抑えてチェッカー。中谷 GTO はロムのミスチョイスで残念な結果に終わった。